こんにちは、速稼塾の子です。今ね、ビットフライヤーっていうアプリを開けてるんですけども、このビットフライヤーがいいですね。すごく資金管理がしやすいのと、あと選びやすくて売買がしやすいですね。で、暗号通貨に関しては、購入するだけで放置が一番いいかと思います。私ね、毎日これ増えてるんですよ。実は買って放置してるだけです。イーサリウムっていうのを2万円ぐらいで買ってたんですよね。それが今6万円ぐらいになってるんで、すごく、儲かってるなというところですけども、暗号通貨っていうのはね、失敗する人っていうのは何かの投資に暗号通貨を使うからっていう形で暗号通貨を買って、その投資に投げて投資がバーンってなるんですけども、暗号通貨を買うこと自体が投資ですからね。言ってみればですね、ディズニーランドの周りに土地を買うようなもんなんですよ。で、ディズニーランドはこれからもどんどん発展していくっていう、そういうふうな背景でですね、周りの土地を買えるよってことなんですよね。だからどんどん値上がりしていくんですよ。で、今ビットコインも200万円前後で安定してきましたんで、このままいけばね、やっぱり今年中に500万とか1000万っていうふうなね、ことを言う人もいますけども、そこまでいかなくても、250万なり300万なりは見えてくるんではないかなと思います。ビットコインを必ずしも買っておけばいいよってことではないんですけども、例えばね、1000円でも買っておくとかね、5000円でも買っておくみたいなことをしてもいいんじゃないかなと思います。そのためにね、資金を管理しやすいビットフライヤーを私はお勧めしますけどもね、私はもうこれ5年6年使ってますけども、このビットフライヤーにビットコインを入れて、あと忘れておくだけ、すごくいいですね、これがね。おかげさまでだいぶ儲からせていただきました。でも全然キャッシュアウトしてないですけどね、入れっぱなしで。今ね、33万3204円になってるんですよ。で、昨日と今日の差がプラス3620円、ね、いいでしょ、毎日プラス3000円ぐらいになったら。本当にね、コツは買っておくだけ、あと何もしない、動かさない、置いとくだけ、それが一番いいと思います。で、5年ぐらい経ったらね、どのぐらいかなって開ければ楽しみなんじゃないですか。それではね、ビットフライヤーぜひね、登録してみてください。無料でスマートフォンアプリに入れられますからね、セキュリティも万全でございます。ビットフライヤーがいいですよ。